こんにちは、速稼塾の久保です。私もね、1億円稼ぐ方法ということでテーマでお話ししようかと思いますけども、これ本当にね、吉谷さんが言われてるように、今日やるだけなんですよね。まあ本当にその通りなんですよ。今日やるだけなんですよ。私が2013年にこの動画配信を始めて速稼塾っていうのをスタートしましたけども、その時もこれからね、5年後、10年後、うわー、5年やるのか10年やるのかって思わなかったです。今日やるだけなんですよ。で、1日経ったら今日もやろう、それだけなんですよ。だから1日に1つやるんですよね。1つやることを続けたら1年続いていて、3年続いていて、まあ5年続いて8年続いてるってことになります。ただそれだけなんですよ。今日やるだけなんですよね。だからどのぐらいやったら稼げますかっていう質問っていうのはよくあるんですけども、今日から3ヶ月後にはこうなってるんじゃないだろうかっていうふうに考えてしまうんですよね。それはね、いらないんですよ。これから3ヶ月間頑張ろうとかね、これから半年間頑張って半年以内稼ぐぞっていうふうに思っちゃう、そのゴールを設定した時点でもうね、モチベーション落ちていくんですよ。そうではなくって、今日目の前にあることを一生懸命やる、それだけでいいと思いますよね。目の前に来てくれた、そのなんですかね、まあお客さんっていうんですか、お客さんに精一杯ね、懇切丁寧にやっていく、ただそれだけなんですよ。だからね、1000人お客さんが並ぶと、一人一人を丁寧にやるっていうよりも、もう途中からこなすみたいになってくるんですよね。1000人いるから、まあこの人に売れなくても次の人がいるだろうみたいになっちゃうんですよ。だんだんモチベーションとか密度っていうのが落ちていくんですよね。私あの訪問販売の営業をやっていて、あの家を一軒一軒訪れていたんですけども、この家がダメでも向こうの家があるやとは思わなかったんですよ。ピンポーンってピンポンはやらなかったんですけど、こんにちはって言って、そこでもう決めるんだ、この人しか今日はいないんだっていうね、これ一っていう感じでやったんですよ。はい、そんな感じでね、1億円稼ぐ方法と言っても、商品をね、100円のもの1個売るのと、まあ結局一緒なんですよ。100円のものが売れるから、それを繰り返していけば1億円に近づいていって、達成して1億円をぶち抜くって感じになりますんでね、本当にね、1億10億売るって言っても同じなんですよね。やることってのは目の前の人に丁寧に商品を紹介していく、サービスを提供していくってことだけなんですよね。まあですんでね、一人一人を丁寧にってよく言いますけども、本当その通りだと思います。で、速稼塾のセールスは いつも通りですね、年に1回しかしませんので、まあ大晦日ぐらいにまたやるんじゃないかなと思います。まあ今のうちに、ね、12月ぐらいにセールスしますよってことをね、言っといてもいいかなと思ったんで、ポロッと口が滑ったんですけども、まあおかげさまで別にセールスを積極的にしなくても、この1年もおかげさまで順調に売れてきましたんでね、まあこのまんま速稼塾は、まあ吉谷さんのところとは違ってね、まあ値上げをしないでこのまま行こうかなと思います。まあ値上げをしないのにはちゃんとわけがあって、中もしっかりと充実していくんですけども、私の場合は人が続かないってことをね、やっぱりこう考えてるんですよ。だから続く人ってあんまりいないんですよね。でも続かないってことを考えた時に、続かないとかやりきる人がいない、その確率と、あとは最初にお金をぶん取っちゃうっていうね、これを天秤にかけた時、私はちょっと別のアプローチをしようかなと。一度に入金いただいたらありがたいんですけども、ただやっぱりね、お金はいただいた、でもお金を払った人はなんかできなくなっちゃったっていうことでは、やっぱり、フェアではないかなと私は考えるんですよね。まあ、ですんで、指導する方にもある意味ね、リスクを背負って、稼がせないと稼げないっていう、稼がせないともらえないっていう形を作っていこうかなというふうに思ってね、速稼塾はもう何人もね、こういう形取ってます。最初はやっぱり全入金いただいていたりとかしたんですけどもね、今はそれほど、焦ることもないし、まあ気が変わるかもしれませんけどね、別の角度でアプローチするときには、やっぱりたくさん最初に支払いをした方が、取り戻すために、エンジンがね、かかるような人もいるかもしれませんので、そういう気持ちになることもあるかもしれませんね。今のところはね、今までの形でいこうと思います。ということですね。まあ速稼塾も大きくリニューアルして、ちょっと今の形から新バージョンっていうのもね、ちょっとね、いろいろと考えてるんですよね。まあだいぶこう案件も変わってきましたんでね、今ネットワークビジネスの形も大きく変わりましたし、それから YouTube の概念も変わってきましたしね、アフィリエイトっていうのもなかなか手の届かないところに行っちゃいましたんでね。あ、ちなみに YouTube なんですけども、YouTube もね、やっぱ1本につき数百円とか数千円とかなんですよ。 YouTube1 本が平均的に再生されて私に広告収入をもたらしてくれる金額っていうの、まあ広告収入がメインの私のね、収入源ではないんで、まあ補佐的になんですけども、それでもね、 YouTube 動画1本が例えば1000円をもたらしてくれたとして、 YouTube1 本作って、で何十年もかけてですよ、1000円もたらしてくれたとして、じゃあ1万本動画を作ったらね、
じゃあ1000円かける1万本で1000万円ですよねって話なんですよ。で動画っていうのは1回作って放置しておけばメンテナンスがいりませんから、そのまんまほったらかすだけなんで、もう毎日作る、毎日10本作る、20本作るってことができますよね。まあ、そうすると1日に作れる動画の本数っていうのは、まあ、人それぞれのライフスタイルによって変わってくると思いますけども、まあでもね、本当に動画を残すってその、まあ、年金みたいな感じでね、お金をいただくネタにもなりますし、それから作り続けることが信用になるんですよね。動画を 2,3 本しか作らない人と 2,3 千本作る人、どっちがねより信用されるかな、信頼されるかなってことを考えたら、やっぱり続けている方だと思うんですよ。続ける方がほとんどいないから。で結果的に私は3年目で動画を中心としてね1億円を突破した時に、やっぱ1億円をやってきたよと、その材料は毎日やったことだよと、毎日やるってことはそんな難しくないと、今日だけやるってことなんですよ。今日だけやるを繰り返した結果、振り返ったらねそれだけになっていたということなんです。だから先を見て3年後にはこんなになるぞと思ったら、なかなかね続かなくなっちゃったりとか、何ヶ月で稼げるようになりましたとかになっちゃうと、そこにゴールを設定してそのゴールに近づいた時に、そうならなかった時にモチベーションがガタ落ちになるんですよね。まあ、だからどちらかというと今日を精一杯やるというね、どっかの漫画の班長みたいな話になりますけども、本当それに尽きると思います。で今日を一生懸命やった結果、ある時振り返ったら、あ、3年もやってたんだってことが分かるんですよね。まあそういうふうにあんまり、まあ自分でね妙な期限を設けないことかなと思いますよね。妙な期限ですよ。これねちょっとね言い方が難しいんですよ。これもここの日までにこうなろうっていうね、そういうふうな目標設定っていうのは大切なんですけどね、その目標設定に縛られないってことかなと思います。私の場合は3年かかると思ったけども1年でできたみたいなことが結構あるんで、まあそういう意味でね、軽く目標設定はするんだけども、だけどもやっぱりやることっていうのは今日一生懸命やることに尽きるかなと思いますよ。今日一生懸命やるときに明日とか明後日のことをね考えないと、もう今日全て出し切ると、もう出がらしになるまで今日やるみたいな感じですよね。そうするとまた新しいエネルギーが明日チャージされるって感じですかね。で本日は以上です。